皆さん、カーライフエンジョイしてますか？アメリカのカーショーでは日本人を見ることがなく、日本の車カルチャーをアメリカでも広めたいなと思ったところ、大和魂を持ったシャコタン親父に偶然に出会いました。皆さん、おはようございます。土曜日の朝です。カーズ&コーヒーの新たなイベントができたんで、パセデナに来てます。やっぱり日本車がね、日本で改造された車がかっこいいですね。こちらで改造された車と違いますね。この車の特徴というか、すごいのはまずこの排気ガスの方とオーバーフェンダーの方と、タイヤが通常よりはるかに太いですね。今日はもうパセデナに来ているんですが、初めてこの辺で日本人に出会いました。もうびっくりしまして、日本から来られてインタビューをお願いしておきました。加藤社長、私はスティーブと言います。どうもこんにちはこんにちは、こんにちは。わざわざ日本から来られたんですか？そう、もうイタリアの50周年行って、アメリカのモントレーのイベントに行く。世界各国すごいいいですね。羨ましいんですよ自分たちで頑張ってます。日本のどちらなんですか？名古屋 LB パフォーマンスワークス。 LB パフォーマンスワークスについて詳しく教えてください。きしめん、手羽先、ノ名古屋ですよね。はい、名古屋といえば手羽先、きしめん手羽先車、この車について少し聞かせてください。これの特徴はワイドボディ。アメリカ人と同じですね。ワイドボディですね。私もワイドボディ。アメリカ仕様ですね。そう、全部フェンダーカット、ボディカット で、これ、はい、作り上げている、ボディキットとして世界に売っている。いいですね。でもアベンタドールとか、あと458、ベラリ458もワイドボディをセマで発表する。そうなんですか。 GTR も、GTR もいいですね。みんなに感動を与えたい私はたまに日本に帰るんですが、その時にまたお会いできるんですかね。ぜひ名古屋まであまり行ったことないんですが、さっききしめんおごります。楽しみにしておきますのでよろしくお願いします。Thank you。名古屋にも行きますぜ。ビデオに関してのお問い合わせはご覧のメールアドレスまで。チャンネル登録もよろしく。